皆さんこんばんは、池内沙織です。大激戦の東京12区は今日も熱い熱い盛り上がりとなりました。子どもたちの反応がものすごくあって、ポスター見て知ってくれてて、凱旋箇所にわざわざ来て最後まで話聞いてくれて激励をもらってます。未来の力、なんかもう未来は明るいなってすごい元気をもらってます。足立区で出会った皆さん、ありがとうございました。そして私すごく革新的に元気が出てるのは、ジェンダーのテーマで男性が真剣に一緒に考えてくれる姿。これまでやっぱり女の問題だろみたいな、そういう雰囲気あったんですけど、でも今全然違う。ジェンダーのことを真剣に学びたいとビラを手にしてくださる、そういう男性の皆さんに私は本当に元気をいただいています。長時間労働で家のこと顧みない、子供たちとの時間をもっと過ごしたいと、そういうふうに感じていた時もあったと思うし、一家の大黒柱だからと、自分が頑張らなきゃと弱音も吐かずにっていう、そんな日々もあったと思うんですけど、ジェンダーロールはやっぱり誰も幸せにしてない。このジェンダーの壁をみんなで一つ一つ削ぎ落としてって、そして誰もが幸せになれる、そんな社会を、そんな政治を私も皆さんと切り開きたいと思ってます。で、今日は二藤夢乃さんがまた応援に来てくださいました。もう暗がりの OG5 丁目団地の裏手で凱旋させていただいたんですけれども、もう非常に切々と重たい課題だけど、一緒にこの政治を変えていこう、社会変えていこうという激励いただきました。これをパワーに、もう最終日30日31日あと明日29日残りわずかとなりましたが、大激戦を必ず勝ち上がっていきたい。広げてください、プレイヤーになって。池内沙織頑張ります。